私が悪役令嬢で弟がヒロインな今、うん、弟と喧嘩してたら本棚の下敷きになって乙女ゲームの悪役なライバル令嬢に転生してしまった。これってあれよね、うん、バッドエンドから逃れるためにフラグバキバキに折っていく流れになるってことよね。オッケーオッケー、分かってる。一回クリアしたゲームだしな。強制イベントはヒロインに意地悪しない流れにすればいい。自由参加イベントは仮病してうちで本でも読みながら放っておけば大丈夫。うち出ないのは得意よ。王子様やイケメンよりまずは生存ルート確保よ。ゲーム期間を難なく過ぎたらあとは安穏とした生活が待ってるから、それが私のベストルート。楽勝。あ、今日はヒロインと出会うイベント日だったけどね、ムシムシ出会わない。あ、おはようございます、デリラ様。ヒロインがいきなり挨拶来た。おはようございます、ミリア様。あれ、こういう出会いだったっけ。かぶるイベントは弟にやらせてたから、ここらは1回しかクリアしてなかったしな。やっぱり浮かれると出る鼻歌、焦ると頬をかく癖、うん、やっぱり姉ちゃんだ。あんたまさかケンジ、なんであんたまでここにいるのよ。しかもヒロインでずる。私がヒロインになりたかった。知らねえよ、一緒に本棚の下敷きになったからこうなったんじゃ。姉ちゃんまでいるとは思わなかったわ。ちょ、私が金出して買った乙女芸にここまでずうずうしくいないでよ。そんなの。おはようございます。ああ、ダリラ様ひどい。は、いったい何してんのよ。ひどいな、デリラ様が平民上がりをいじめてる。前から平民を嫌ってたものね。かわいそう。はっ、思い出した、これは出会いのイベントだったわ。なんでこんなことするのよ。これじゃゲーム通りじゃない。姉ちゃんは後半の各攻略キャラの大事な告白シーンだけ回収してたよね。俺このゲーム運イボー30本でレベル上げでかなり手伝ったから隅々まで知ってる。姉ちゃんには散々こき使われたな。ここでは俺がヒロインだ。もう姉ちゃんには使われねえ。ケンジのくせに。転生先で熾烈な兄弟喧嘩が始まった。転生した先が乙女ゲームで、私が悪役令嬢で弟がヒロインになってました。あんた言うようになってんじゃん。あ、デイリークエストのお祈りの時間だ。ちょっとそういうの今はどうでも。姉ちゃん、デイリーちゃんとやんねえと攻略キャラとの出会いイベントポイント足りなくなるよ。いい男との出会い。お祈りってどういうセリフだっけ。天かける星の神々よ、闇の深淵、光の精霊よ、我ら小さな子羊のためにわずかばかりのお恵みを分けてくださり感謝します。子羊として私たちは日々生きる。え、うわー、しっかり主人公としてセリフ言ってる。ゲーム通りだ。中身中二男子なのに。そういや、うちでこっそりゲームやってる時、画面の必殺技だっけの呪文画面に向かって叫んでたな。この者に罰を与えよ、神の裁き、メテオストライク。ああ、そっか。いつもの必殺技の感じで覚えてたのか。お祈りセリフ召します。おね、デリラ様がお祈りの邪魔をするなんて。ああ、ひどい。わあ、デリラ様またいじめを。かわいそう。ちょ、まだ私何もしてない。思わぬことで悪役令嬢の仕事をこなしてしまいました。おのれヒロイン。うっす、俺ケンジ14歳、
俺が乙女ゲームのヒロインに転生してたら、姉も悪役ヒロインに転生していた。強制イベントは仕方なく参加するけど、他じゃ関わらないでね。静かに生きるからね。オッケー。ただし邪魔はするなよな。で、なんで隣に？ゲーム画面じゃ隣同士で授業を受けてただろうが。あんた、答えわかる？わかる。何度もクリアした場面だし。はい先生、そこは A です。小さい頃からパシリや運威棒で散々こき使われてきた。これ欲しかったら言うこと聞いて。聞く。せっかく転生して対等、いや有利になったんだ。俺はここでゲームの女王、かっこベストエンディング、かっこたちになる。はあ、次の授業面倒。俺体育得意だ。俺の人生14歳で再生だ。裸ばっかの女子更衣室、あおっぱい。中身は中二男子。生のおっぱい、生の着替え、生の年上の女の裸。大丈夫ですか？キャー、ミリア様倒れた。大丈夫、鼻血だから。保健室に運ばれました。あんたを運ぶの、お風呂でのぼせて以来だわ。あん時も鼻血だし。セーブしたところからやり直し。できないって。転生したら私が悪役ヒロインで、弟がメインヒロインな今、鼻血を出した弟を運搬中。あの、デリラ様、先生をお待ちした方が。え、おっと、モブキャラの方々、確かヒロインのお友達キャラ。小柄なミリア様でもさすがに重いでしょ。私、先生を呼んできますわ。大丈夫ですわ、ミリア様すごく軽いんですもの。私にお任せになって。はあ、ゲームの中に来たって感じ。お嬢様言葉遣い、ヒャッハー、リアルでこんなの言えないわ。キャーキャー、私すごいすごい、この世界でこれイケてる。そうですか、無理をなさらないでくださいね。お気遣いありがとうございます。それにしても仲良かったんですね、デリラ様とミリア様。デリラ様お優しくって感動しました。そんなこと、お恥ずかしいですわ。では先生にお休みなこと伝えておきますね。よろしくお願いします。やったー、好感度上がった。こういうこまめな親切でバッドエンド回避もりもりっと。姉ちゃんご機嫌だな。何不満？ヒロインが過度の友情をデリラと深めた場合、ヒロインとのユリエンドがあるんだが、うん、元兄弟でユリエンド爆心中。